一体これ合わせるじゃないのね。はい、いいじゃね。これも本当に隠し味程度に入れてます。水気の感じに入れてます。はい。はい、ジュースを入れていくよ。これでね、湯煎かけるんですよ。これで水飴を溶かすんですよ。はい、膨張剤です。で、バター、米の粉をブレンドしたり、国産の、滋賀県産のお米を粉砕した米粉を、団子の原料とかになっているもので、小麦粉よりも出来上がりがどっちかというとしっとりするのと、あとそれにちょっときな粉を足すことによってきな粉をより引き立たせる役目があるっていうので今回から入れてます。できな粉も、ちょっとこういう深引きの強きな粉と、あと薄い白きな粉っていうのを配合してさせてもらってます。少しずつ混ぜます。
でこれ一応これで完成なんですよ。でこれで一晩寝かすんですよ。ああなるほど。一晩寝かせたものが一晩寝かすと生地がこう膨らんでるんですよ。でじあのしっとりしてくるので、もう一回発酵するんです。あの小麦粉とこう合わせる。これは小麦粉と、うん、あ、米粉と混ざってる鶏粉です。そうです、一緒です。はい。さ、まっちゃんで中がクリアです、うん。で、これをあらかじめこの和菓子の職人の場合じゃないかな。そうですね。くるんでしまうんですね。これなんていうんですか、この工程は。ああ、これです。要するにね、うん、包み回しというんです。包み回し。はい。あ、喋ったね。
中まで火は通って半蒸しやから中がもう生やから、そう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 。ここにこのタイミングで仕事を入れるの、うん、半分ほぼで、ここから出てくる。